ポンバル公爵及び、オエーラス伯爵セバスティアン・ジョゼ・デカルバー・リョイメロは、近世ポルトガル王国の政治家。国王ジョゼ一世の全面的信任を得て、長年独裁権力を振るい、啓蒙的宣誓を行った。セバスティアン・デカルバー・リョイメロは、リスボンの小貴族、マヌエル・デカルバー・リョイアタイでの息子として生まれた。コインブラ大学に学び、しばらく軍に勤務した後に、 リスボンへ戻り、アルコス・セバスティアン伯爵の名である、テレサ・デ・メンドーサ・ヤルマダと結婚した。しかし、妻の実家は身分違いだと反対しており、何かと差し障りが多かったので、ポンバル近くの領地に引きこもった。1738年に、ロンドン駐在ポルトガル大使に任命され、1745年からは、ウィーン駐在ポルトガル大使に移った。 ポルトガル王妃、マリアーナは、オーストリア・ハプスブルク家の出身で、カルバーリョに何かと目をかけ、彼の最初の妻が亡くなると、レオノール・エルネスタ・デ・ダウンと結婚させた。しかし、国王ジョアン・ゴセイは彼を嫌い、1749年に、ウィーンから召喚した。翌1750年、ジョアン・五世が死去すると、新王ジョゼ・一世はカルバーリョを好み、王太后の了解を得て、 外務大臣に任命した。やがて王はカルバーリョを全面的に信頼するようになり、国政を委ねていった。ポンバル公爵ルイ・ミシェル・バンローとクロード・ジョセフ・ベルネ作、1766年。大使在任中に産業革命が進む英国の経済的成功に強烈な印象を受けていたカルバーリョは、1755年に最初に就任すると、 同様な経済政策をポルトガルでも採用強力な権限を持つ商業評議会を設立して財政の改革や工業化を推進した。また、インドのポルトガル植民地における奴隷制を廃止し、陸海軍を再編、コインブラ大学も再建した。ポンバルの改革によってそれまでヤシとされてきたポルトガルのブルジョアジーの地位は大きく向上する。 大地震後に推進された、ポンバリーナ様式の耐震構造同年11月1日、リスボン大地震が発生し、津波と火災のためリスボンの町は、壊滅的な打撃を受けた。カルバーリョは、毎一発の差で生き残り、再建に乗り出した。聖職者の反対を押し切って、市内の遺体を沖合に運んで水槽するという、カルバーリョの策により、 幸い薬病は発生せず、カルバーリョの指揮により、市民が瓦礫撤去と再建に動員され、リスボンの街は5番目状に区画され、新工ブルジョアジーが街の中心部に進出した。この時再建されたリスボン市街の建築様式をポンバル様式という。この成功に気を良くした、ジョゼ一世は、 さらに独裁的な権力をカルバーリョに与え、自分は政務に関心を示さず、狩猟や馬術に没頭していた。だが、カルバーリョの権力が拡大すると、これを心よく思わない貴族たちの反感が高まり、1758年に、女ゼ一世暗殺未遂事件が起こった。カルバーリョは大貴族に対する大弾圧に乗り出し、千人以上を、逮捕、被告は、拷問によって、 自白を強いられた。ポルトガル最大の貴族アベイロ皇爵は死死切断の上家系に処せられた。次に、タボラ公爵も車先の刑に処され、主だった貴族は処刑、投獄、追放を余儀なくされた。国王の被着室の兄弟姉妹であっても例外には、ならず、カルバーリョに敵視され修道院に遊兵される者もいた。イエズス会も陰謀に加わったとみなされ。 翌年にはポルトガルから追放され、その巨大な財産は没収された。イエズス会は、ブラジルの内陸部に広大な宣教地を有し、同時に豊かな農園と都市部の不動産を握っていたことからも、ブラジルを国家の富と個人的利益の源泉とみなしていたカルバーリョにとって排除の対象だった。年には、 国家から独立的な権力を行使していた異端新聞書を国家に従属する国王裁判所に再編し、その長官に弟のパウロ・カルバーリョを任命している。カルバーリョは経済的発展のためにユダヤ系ポルトガル人に対する制度的な迫害を撤回しようとしていたが、イエズス会にとっては認めがたい方針であり、新聞書の持つ権限を妨害に用いていた。 カルバーリョは敵対したイエズス会を陰謀への加担を理由として排除した後、新聞書の機能を残したまま主管を教会から国家に移して敵対者の排除に利用した。カルバーリョはキリスト教とユダヤ教いたずらに同等の法的権利を与え、さらにはポルトガル本国内に黒人奴隷を持ち込んだ場合、即時の奴隷の解放を義務付けた。これにより、 ポルトガル本国に奴隷を持ち込むことは不可能となる。これは啓蒙主義的な観点からの奴隷解放ではなく、労働力が不足しがちな植民地から奴隷が連れ出されるのを防ぐための労働力確保を目的とした政策であった。カルバーリョの商業政策は、ブラジルの農業生産の拡大と生み出された富を貿易会社によって独占し、 国王の支持者らに運営させる点に特色があった。そのために、ポルトガルの利益を阻害するイギリス商人らを規制し、国税を納めなかったイエズス会の資産を没収した。イギリスは、ポルトガルの友好国であり、その経済活動への妨害は関係の悪化を危惧する、ところであったが、カルバーリョは、規制前に、イギリス商人らを調査し、 政治的影響力の少ない小規模な加害人がほとんどと把握していた。ポルトガルはスペイン、フランス、オランダとの対立の中で南米の利権をイギリスとの同盟で維持しているだけにイギリスと明確に対立する政策については慎重だった。一方、イエズス会については当時からすでにイエズス会以外の聖職者から背筋主義を急断されており、 宗教界全体の反発にはつながらなかった。カルバールは、イエズス会から剥奪した財産を、ポルトガル商人に安価で提供し、新たなブルジョアジー層の育成を促した。しかし、一方ではこの時に、相次いで生まれた、ブラジルの大土地所有者が自立し、ブラジルの独立意識を高めていくことになる。また、当時のブラジルでは、リンガジェラールと呼ばれる。 ポルトガル語と先住民語のクレオール語が一般的に使われていたが、カルバーリョはリンガジェラールを禁止してポルトガル語化を進めたことも特筆すべきことである。ブラジルは次第に自立を志すようになり、カルバーリョの努力にかかわらず、ブラジルに対する支配力は年々低下していった。当時のポルトガルは保護商品を高値で、 独占市場に売りつけるという植民地運営を行っていたが、ブラジルが豊かになるにつれて消費者がイギリス製品を選択するようになり、ポルトガルは競争に敗れた売れ残り品を大量に抱えるようになっていた。ポルトガルは他に独占的な市場を作る必要が、生じ、リスボンの商人らはアフリカのアンゴラの市場に目をつける。たちまちアンゴラは、 ポルトガル製品の廃棄場となり、ブラジルでの売れ残りが売り付けられ、代わりに奴隷が輸出されていった。ポルトガルは、リスボン商人に有利なように、アンゴラのアフリカ商人に規制を加えたが、アンゴラ北部に、イギリス人が港を開くと、アフリカ商人たちは、ポルトガルの規制を嫌い、以後奴隷の供給はイギリスに向けられた。1720年代頃から、 ポルトの商人たちはイギリスへのワインの輸出を行っていた。イギリスにとって政治に影響され、安いフランスのワインは供給に不安があり、スペインのワインはポルトガルに比べて質で劣っていたため、代用品としてテーブルワインの需要があった。ポルトにはイギリス商人たちが買い付けに訪れたが、イギリス商人たちは自分たちの足で農家に出向き、 直接下で確認して買い付けていた。そのため、ポルトガルのワインは、イギリスの需要を満たすために質が維持されていた。1730年代に、イギリス商人たちは、道路産の最高級ワインに、イギリス産ブランデーを混ぜて、アルコール度数を高め、熟成させた、ポートワインを作り出す。これにより、ワインに付加価値がつき、ポルトにおける、 イギリス商人たちはより大きな利益を手にした。しかし、ワインのノウハウがないポルトガルの商人たちに、ポートワインの作成は不可能であり、原料のワインを長年にわたって供給するだけで、利益は以前のままだった。1750年代に入ると、ポルトガルの安価なワインに付加価値をつけて、利益を稼ぐイギリス商人の成功が、カルバーリョの注意を引くようになる。 1756年、カルバールはワイン会社を設立し、自らの所有する、ブドウ園を道路と無関係の土地でありながら、指定原産地に加え、樹齢の高いブドウの木を切らせることで、ワインの供給量を制限し、同時に質を高めて、イギリス商人への販売価格を押し上げた。また、会社の運営費は、都市や教会で、高い地位にあるものに無理に要請して投資させたもので、 あり、その富の分配で、中産階級を増加させた。しかし、富を得たのは、カルバーリョラ指定原産地となった農家だけであり、イギリス商人が直接買い付けに農家を回って、品質を確保することもなくなったので、かえって質の低下を招いて、ポルトガルワインの輸出は、全体的に見ると低下した。また、強力に、 ワインの潜媒化が推し進められ、一般大衆の安価なものですら対象となったため、民衆の暴動を招いた。カルバーリョは30名を講師刑にすることで暴動を鎮圧した。ポートワイン自体は、オックスフォードやケンブリッジなどの大学でブームとなり、事業自体は成功を収めた。しかし、ポルトガルの質の劣るものでも、植民地に売りつけるという基本方針は競争力の 定価を招き1760年代のポルトガルはワインしか輸出品目のない工業化の遅れた後進国と化していたかつてポルトガルでは100年ほど前エリセーラ博が工業化に取り組み挫折するという経験をしていたがカルバー寮は再度の工業化に乗り出したまずはイギリスから機械を輸入して毛織物工場を各地で稼働させ 絹産業も3000人の労働力を投入して始められた。綿の宝石、織物の振興も行われたが、これらは競争相手としてイギリスが立ちはだかり、産業が軌道に乗るまでさらに一世紀の経過を待たねばならなかった。リスボンの売社ポンバリーナのアウグスタ通り1770年、ジョゼ一世は最初カルバー領ポンバル公爵に助手した。 ポンバル公爵は1777年ジョゼ一世が死去するまで独裁権力を行使した。だが、マリア一世はポンバルを好まず、彼が大貴族に加えた残忍な弾圧を忘れていなかった。ポンバルは最小職を解任され、女王から20マイル以内に近づくなという直令まで出された。ポンバルは田舎の園に引きこもり、そこに、 フランス式庭園を持つ豪華なビラを建てている。ただ女王が彼の荘園の近くまで来た時は直令に、従い、しばらく自分の辞書から立ち去らなければならなかった。1782年、ポンバル公爵はこの荘園で平和に死去した。今日、リスボン中心部の最も重要な地下鉄駅は、ポンバル公爵にちなんで命名されており、その広場には、 公爵の銅像がそびえている。ありがとうございます。